常ね姫神社は、炎王高村淵を祖と称する常ね氏が信奉する、神を祀る神社であり、日本全国に数社ある。大阪府八尾市神宮寺にある神社が本宮であるとされ、残りは埼玉県内に確認できる。特に行田市荒木に所在する神社は、荒木を冠して、荒木常ね姫神社と称する場合がある。深谷市菓子屋にも所在する。本校では、 大阪府八尾市にある常よ姫神社について説明する。大阪府八尾市神宮寺にある常よ姫神社は、縁起式神明帳に記される、河内国大県軍神宮寺村の式内社である。常よ姫神社の正式名称は、明治時代以降のものであり、それまでは八王子神社と称していた。現在も正式名称よりも、旧名称の方が知られており、地図や看板、 社頭の席表、八尾市教育委員会の説明表にも八王子神社と記されている。常良姫命を祀る。祭神は当地に万居した常良氏がその祖神を祀ったものと考えられるが、現在は安山の神として知られている。当地は古代に帰化したと思われる、染色技術者集団の赤染部の本拠地で、赤染とは赤根染めのことであるが、赤染氏が、 友の宮津子として、これらを管理していたと考えられ、時代は降って、鎌倉時代にも、当地の人々が、幕府から河内国愛五作主奉行に任じられて、染色技術を諸国で指導したという。友の宮津子の赤染めは、作り姓の一族には、人身の乱で活躍した者も,もおり、当地について見れば、宝期8年の夏に、 生六以上の赤染人足ら13人が常世連を施生されたという記録があり、新先生四六の川地国書茂に常世連縁の国王、高尊縁の後なりと記されており、当地を燕の高尊氏の流れを組むと称する、貴家人が本願としていたことがわかり、またその子孫が赤根染めをしていたとも伝わっているので、赤染め氏が祖神を祀ったものと推定できる。 神社が創建された年代は不詳であるが、上岸九年間社に預かり、縁起のせいで勝者に劣した。近世には、神宮内村は、北隣の高安郡御知村と共に、御知神社の七であった。御知神社は中世末に、五図天皇を誕生しており、それに関連して当社が、八王子社と言われており、八王子神社と呼ばれるゆえんである。河内名所にも、今、 八王子と称すると記されていた。ありがとうございます。